こんにちは、迫田進です。最近上京してきました。今日は僕の会社の上司の部長さんに銀座に連れてってもらえるということで、すごく楽しみです。部長に登場してもらいましょう。部長、よろしくお願いします。おー、でも何あれ、部長、部長何のカメラなんか回して大丈夫なの部長、何が部長、そんなキャラだったんですか。あ、ごめん、いや、キャラというかちょっとごめんね、声の調子悪くて。そんな、さっきあの革靴作ってる時に皮入っちゃって職人さんの声に、なんか豊洲の匂いがしますけど。あ、革靴の、何言ってんだ、革靴一緒に作るの。はじめましてですか、迫田です。いや、迫田、僕です。あ、僕もだけど。あ、迫田、何言ってんだ、迫田、いつもそのやりとりで。迫田部長なんですね。あ、僕は迫田交代と言います。同じ名前で。はい、名字が迫田で、名前が交代で、こっちが進むです、私が交代。まあ、後ろに下がっちゃった。いいよ、そんなことは。喉大丈夫ですか。ごめんね、皮が入っちゃって。そうだ、削ってるとこ皮入っちゃった。皮が職人さんだから。やっぱり僕もその会社就職させてもらって。迫田君はなんであのお世話してくれてるんですか。あ、もうやっぱりまあさ、息子とね、あの同じぐらいの年なんだよね、はい、まあこんな靴の会社に入ってくれるって嬉しいもんじゃないだから今日ザギン教えちゃうよ。いや、本当にだってザギンって書いてあるじゃないですか。あ、そうだよ、もうザギンザギンと思えばこうやって額から出てくるもんだよ普段、あ、こう書かれてるんじゃなくて、あ、出てくる。あ、そうなんですね。重いと革靴の革が挟まっちゃった。大丈夫、あのお店に行ったら治ってる。あ、本当ですか。今ちょっとだけ、ごめんごめん。でも僕ちょっと初めての銀座で緊張してるんですけど、うん、大丈夫ですか。全然問題ないよ、大丈夫大丈夫、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。頼むよ、お前飲みすぎんなよ、お前、はい、ただでさ、お前こっちかかっちゃうんだから。わかりました。ただこっちいるよ。いや、見えてます。大丈夫か。はい、河本部長、すごいですね、これ。ここがザギンよ。あ、す、本当にすごいよ、これ。ちょっと、お前初めてだろ。はい、あの、緊張してて、まさかこんなきらびやかな部屋だと思ってなくて、すごいですね、もう女性がもう両隣にいるっていうのがすごく緊張してますまあ、その前、緊張 しすぎだから、飲め、重いの。はい、はい、ちょっと様子がおかしい。様子がおかしいに決まってんじゃん。だって初めてやるキャラだはい、で、今日はなんか知り合いのママさん。ここは、まあ、知り合いのママもんな、付き合い長いんだよ。あ、そうなんですね。そうそうなんです、こちらで。あ、うん、クラブの七重さん。あ、よしじゃあ、まあ、入れてないよ、すいません。よしよし、じゃあ乾杯しないと。あ、乾杯でいいですか。すみません。もちろんよ、女性の方だと困惑してるよ。何で急に誰が来たんだみたいな。すみません、乾杯。何だよ、もうその声。どうも。あ、すみません、すみません、ありがとうございます。すみません、すみません、こんにちは。ありがとうございます。いやいやいや、どうもどうも。あ、どうもどうも、七重さん、すみません、本当に。あの、ちゃんまいも、あ、すみません、本当に。あ、みさるさん、どうも、ありがとうございます。え、とんでもない。すごいですね。うん、おー、髪型が、はい、あれ、リーゼントちょっと近いですね。え、そうです。はい。リーゼントって言わないじゃん、その女性に。僕ちょっと田舎出身なんです、すみません。いや、かっこいいなと思って。ありがとうございます。はい、すごく素敵です。いや、髪型も素敵ですよ。あ、本当ですか。はい。素敵ですか、これ。お帽子ではないですね。あ、帽子みたいな髪型です。だったら大丈夫です。はい、帽子は脱いでいただいて。そうですよね。帽子 NG なんてね。銀座で帽子 NG。帽子 NG なんですか。そういうルールも全く分からずで、お名前とかって聞いていいんですか。いや、ルール上ダメってことないだろずっと名前聞かないのだと しゃべれないじゃん。なんか色で、色とかで言わないでしょ。グレーってさ、とかカラフルはさ、とかって言わない。黒とか聞かなきゃ。お名前は、あ、私からでいいですか。ママからではなく、ママ、俺の知り合いのママなんつってんの誰から聞いて、ママから順番にこう聞く。お名前は、どうも、あの、唐沢七重と申します。いいですか。あ、なるほど、嬉しい、お話しさせていただいて。あ、もちろんです。よろしかったでしょうか。自分の名前を言わなきゃいけない。あ、すいません、よろしくお願いいたします。唐沢七重と言います。迫田です。あ、どうも、迫田様。迫田さん
いいですか、はい、よろしいですか。私西原真由美とします。本日ご来店ありがとうございます。さこたです。進さん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。私もご挨拶失礼します。すみません、マネージャーの沢原美咲と申します。マネージャーさんなんですか。はい、そうです。さこたです。さこたさんですね。持ってるマネージャーとは違うんだよ。あの思ってるようなマネージャーとは違うんだよ。僕も野球部でよくマネージャーと仲良く一緒に部活終わりに帰ってたから女性の方もマネージャーとそうです。はい、できてたんですか。まあ、まあできてました、はい。お名刺をお持ちでいらっしゃらない。あ、名刺はあるんですけど、今日はちょっと持ってきてないっていうか、はい、これはですか、はい、あんまりよろしくないですよね、これ。そうですね、あの大体あのこうお渡しさせていただいて、あの大体お名刺いただく形で、それで名刺入れにすっとね、大体しまわれたり。ポケットに今、ぐしゃぐしゃすんなよ。お前何やってんの。領収書が来た。すみません、さっきコンビニ行ったやつが。何やってんのお前。すみません。いいよ、お前さ、札とか出すなよ、お前、裸で。全財産なんです、これ。すみません。何さん設定わからない、料金設定とかも。全然知らないから、お前、あんまり無茶すんなよ、お前。これだってさっき、えドンペリニ、ドンペリニオンでしたっけ。ね、そうドンペリニオンです。これドンペリニオンですよね。はい、そうです。ドンペリニオンって何なんですか。シャンパンですね。シャンパンですか。さっき一気にされてましたね。そうですね。お釣りしましょうか。すっごい美味しくて。ちょっと。ゆっくりやってくれよ、いいんですか、マネージャーさん。知らない、これ。おいくらするんですか、金額ですか、はい、ドンペリを入れるのは。はい、大体の1本、この白で6万円ぐらいするんですが、30万円とか作っても、大体10万円ぐらいに。くぅー、ね、お待たせしました。あ、そうなんですか。今日のお会計はどなたが。もうやめてくれよお前。女性一人ずつがこうやってついてくれるだけでももうここにはあの何らかの形のお前 あるんだよ。え、当たり前じゃんお前。え、ここの席についただけでってことですか。私たちが座っただけであるんですよね、あ、そうですね、セット料金が。セット料金っていうのは大体お一人様 4,5 万ぐらい。時間があまり関係なくてですね、あのキャバクラと違って1時間ごとというわけではなくは厳密にはあるんですけど、休職とか。え、じゃあここに着いた瞬間に、はい、1人4万ですか。そうですね。で、これが今なんだかんだで10万円ぐらいに。またこのお部屋代がかかるとすごいことになってしまうんですけど、お部屋は違いますよね。お部屋は、ここはビップルーム。ビップルームはまたかかるんですね。そうなんですよ、お部屋代ちょっと15万円分いただいておりますので、はい、なんで俺がこれ全部払うんだよ。え、すごい、今いくらなんだよ。今いくらなんだよ。何もしてない。今まだ何もしてない。なんか水とか飲みます皆さん、大丈夫ですか。水とかでなわけにいかないじゃん。じゃあポッキーは食べていいんですか。ポッキーではございません。ポッキーではございません。今コロナ禍なのでマドラーが全部出してしまいまして。マネージャー偉い、そういうとこですね、はい、しっかりこれポッキーじゃない。そうなんです、あのコロナ対策としてさせていただいてます、はい、何ポッキー食べたいの。頼みますか。ポッキー頼みますけど。ポッキー頼みますか。ポッキーちなみにいくらですか。ポッキーはそんなに高くはないですけど、あの、まあ、盛り合わせとですね、こういうスティックがグラスに刺さって、まあ、盛り合わせになりますと大体1万円ぐらいになって、サービス料金って1万5000円ぐらいで。ポッキーだね、安いもんですよ。お前が払わない。あ、そうですか。どういう人が好きですか。何聞いてんだ。私ですか。あ、はい、どうぞ。優しくて楽しい人が好きですね。あ、優しいし楽しい。寒くないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ずるいぞお前。結構面白かった。はい、こういうのとか。あ、どんなにそれ頭たまらないこと。あ、本当ですか、はい、これは あったかい。手が触れました。手が触れてしまいました。最高だ、東京は最高ですね。あ、はい、あ、はい、会計よろしいですか、はい、ありがとうございます。部長、部長、佐藤さん今いくら持ってるんですか。
ません。部長、多分部長も本当にないです。部長、何を、はい、5000円じゃ言うな、バカ。銀座で、金で5000円じゃ、5000円じゃないです。高評価とか、なんかチャンネル登録とか、なんかよし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 。